いやー、刹那圭介だよ。まあ前回のパートからため取りでやっていきますが、ちょっと間違えて Z を押したんで、前回の終わりのやつから一つ進んだこの会話から始まります。ちょっとよくわからない。この作品を魔女に見せつけるつもりなのだろうか。そうでなくても彼女は長い間一人ぼっちで退屈しているはず。きっと刺激を欲しがってるわ。これで楽しませてあげればきっとフローラって何なんだろうな、これ。フローラってさ、何者なんこれ。魔女を楽しませてあげればきっとって言える立場ってすごいな。フローラさ、病気にかかってなかったらさ、怖いものなしなんちゃうかな、これ。俺はそう思うな。結局、彼女に、魔女に読ませるつもりらしい。改めて言うが、変な女性だ。その変な女性に、その変な女性に対してさ、いえさ、どんな手を尽くすって言うたお前は何なんだ、それは。変な男性でいいんか、お前。窓に見合ったが、誰も変わらん、何も、そうも、愛も変わらぬか。愛も変わらぬ、豪吹雪。無事、魔女の元までたどり着かな、着ければいいのだが。たどり着いてもバッドエンドな気がするんやけどさ、大丈夫なんかな、これ。まあ、フローラだったら大丈夫そうな気がするんか、すごいな、これ。まだ書きよるよ、魔女。魔女じゃないわ。もうちょっと思考が魔女っぽくて、フローラが魔女って言ってしまったわ、もう。まだ小説書きよるよ、もう。ほんとこれさ、ギター弾きよるように見えるんやけど、俺。弾き方でしょんかな、フローラって思ってしまうよな。AM、0時15分。吹雪は勢いを増すばかり。よくこの避難小屋に出会えたものだと、我ながらほとほと感心する。この小屋は非常に真新しく、暖気がよく回り、それでいて息苦しくない、いいところなんやな。素晴らしい避難場所だった。ありがたや、ありがたや。突然降って湧く謎の気配さえなければ。謎の気配セーフティー。うん。オーケー、大丈夫だよ。ところでこの主人公、名前名乗ってないけど、なんて名前だ。たけしにしておこうか。さっきまでは気配がなかった平和の間。その子から今何かが僕たちを伺っている。どうにもそんな感覚が収まらない。いないよ。あれ？ちょっと待って。これ何？この黒い何？ちょっと待って、この黒いなかった。前回なかった。前見た時なかった。え？なんかおるよ。だって前、この瓶か樽かわからんけどさ、全体見よったもん。若干下の方メイン暗なっとる。なんかおる、黒いやつおるよ。感覚が収まらないってその通りや。たけし、感覚いいぞお前。いいぞ、その感覚いいぞ。あ、あかん、たけし。危ないぞ。隣の部屋にまた聞き耳を立ててみる。物音はしない。動いてないからね。それは動いてないからだからね。しかし相変わらず、謎の気配は続く。敏感やなお前。敏感肌やな。敏感肌に効く化粧水とか使わなあかんタイプやな。どうやらフローラも感じてっているようだ。ギター弾いてますけど。いや、小説書いてますけど。きっとあの部屋には今何かがいる。正解です。感覚でわかる。僕らの先客がここにいたのだとしたら、なぜ姿を見せずあそこにこもっているのだろうか。教えて、おかげさん。教えて、おかげさん、教えて。ドアの立て付け悪い。なるほど。ドアの立て付け悪いだけか。行きたいんだね。絶対違うな、それ。絶対違うな、こんな野郎。君が悪い。せめて姿を確認したい。この小屋のすべてが視野に入れればいいのに。そんなことをつぶやくと、ローラが言った。全てが視野に入らないからこそ、現実は受け入れられるものよ。どういうことだろう？俺も思った。どういうことだそれ。フローラ、どういうこと？これ、上見えるん？これ、もし。見えるやん。上が見えるようになっとるやん。多分、吹雪がどうとか、あれは吹雪がどうとか言うたあたりから見えるようになっとったんだろうな。やばい、外から何か来るってパターンあるで、これ。なるほど。これやな。これ、矢印が白になったらそっちは見えるよっていう意味か。覚えとこう。これで3面見えるようになった。外からが何か来るかもしれんのじゃ。これ怖いな。
俺もどこからどこ見張ればいいか分からんようになってきた。この黒いやつも見張りたいしさ、絶対この皿に下あるよね。これは確認しない方がいいことだと、そう言いたいのだろうか。確かに確認しない方がいいような気がするよ。フローラは落ち着いたものだ。先ほどまでよりも余裕が感じられるほどだ。本当フローラ気丈やな。微笑みながら手帳に何かを書き続けている。この体験を元にした小編でもまた書いてるのだろうか。あれにまだ続きでもこの俺らのノンフィクションでも書こうとしようか、こいつは。うん、それちょっとやめてほしいな。フローラルとタケシはみたいな、タケシやけんな。すべてが視野に入らないことだからこそ、現実は受け入れられるものよ。そうか。彼女は今、この怪奇現象の相手をすることで、迫り来る作家としての死から目をそらされているのかもしれない。なるほど。正体不明の同意人が彼女を救うのならば、僕も今は正体を暴かないでおいてやろう。だとさ、おらんようになっとる。おらんようになっとるよ。同意人おらんようになっとるよ。ちょっと、かまってちゃんなんや、この子。この人、かまってちゃんだったんや。かまってもらえんと刺したからには、もうどっか行ったよ。帰っていったな。視線を感じる。すぐ近くから。どうか、それが、悪意の存在でありませんように。まさかな。まさかやけど。おるおる、反対側に行ってる。反対側に行ってる。いないと思ったら反対側に切れた。瞬間移動できました。この黒いやつ瞬間移動できました。コナンの犯人かと思ったらそれ以上の存在でした。恐ろしい存在でした。魔女どころじゃありません。魔女の使いとか言うんじゃないだろうな、今のは。あ、寝た、フローラ寝た。AM 0時45分、フローラが2つ目の作品を書き上げた。早っ。作品一本一本短いんかもしれんけど、早ない。ええ。一本目、いや、このところに、ここに来てからまだ1時間と15分しか経ってないのに、2本も書き上げた。あ、読ませてくれるんやな。何これ、 BGM こんなんじゃなくてもいいような気がするよ。パッ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 ぐらいでもう別にいいよ。怖いけんさ。箱庭の魔女、気がつけばそこは見知らぬ一室、目の前には見知らぬ女。いや、ちょっと待って、たけしはフローラのこと知ってるから。ここはどこだ。魔女の館だよ。君は誰だ。魔女よ。ちょっと待って、そうみたいな、あのグロい映画のそうみたいな展開かと思ったらさ、ジグソーの仮面がつけたジグソー的なやつが出てくる前に魔女出てきたよ。魔女までのいるものか。いるわ、ここに。みんな言ってるよ、魔女なんて存在しないって。知ってるわ。男は部屋を出ようとしました。部屋には鍵のかかった扉が一つ。開けてくれないか。ダメよ。どうして。誰も開けられないから。誰も開けられない。君も開けられないのか。そうよ。君が僕をここに連れてきたんじゃないのか。そうよ。だから開けられないの。は？ちょっと言ってること意味がわかりませんよ、魔女さん。自称魔女さん。多少何かわからんけど、自称魔女さん。魔女シャンって何。これは、きっとの女のいたずらだと思った男は、根比べをしようかと考えました。女が音を上げるまで何も反応しないでいてやろうと。一日が過ぎ、二日が過ぎ、男が音を上げました。早っ！男もうちょい耐えようぜ。三日で諦めたわ、男。頼む、もう出してくれ。ダメよ。どうして。誰も扉を開けられないから。もうそれはいいけん、そういううんちく的な、そういうんはいいけん、うんちくっていうかとんちが、とんち的なことはいいけんさ、一休さんだったらどう攻略するんかな。これ一休さんにこの状況を当ってもらいたいんやけどさ、一休さんだったらどう攻略するん。これ
ボッボッボカボカってやら、やって、ちょっと。三日が過ぎ。女が珍しく自ら口を開きました。魔女はね、誰にもその正体を知られないものなの。だけど、誰かがその実在を知らしめなきゃならないものなの。意味がわからない。あなたは魔女が魔女として存在するために必要なの。だから、ここにいるのよ。巷では、男の神隠しが話題となっていました。人々はそれを魔女の仕業だと、そう噂していました。誰から魔女の話を聞いたんだ？その人たちは誰から魔女の話をしていたんだ？聞いたんだ？俺以外でも捕まったやついるのか？不思議じゃありませんよね。終わり。こんなとこで終わるんかい。こんなとこで終わるんかい。フローラは疲れたのか、今は寝息を立てている。この作品にどれほどの思い入れを込めたのだろうか。この小編、これはかつて僕のたわいない会話の中で僕に話して聞かせた内容そのままだ。魔女の存在はごく少数の人間だけが確認していればいい。そんなことを言っていた。いるかいないかわからない存在だからこそ、その存在は神秘性を帯びる。なるほど。彼女にしては珍しく熱く語っていた。まるでそうあってほしいかのように。あってほしくないよ。たけしは思ってないよ、そんなこと。魔女とはフローラにとってどんな存在なのだろうか。きっとフローラは魔女に憧れている。魔女に自分を重ねようとしている。子供じみた夢で見とは思うのは簡単だが、そういうものとはちょっと違う気がする。なぜなら彼女が熱を込めて語った話がもう一つあるからだ。え？何？てかフローラがどんどん普通の人間から離れていく気がするんやけど。物語の語り手はこの世界の住人であってはならない。それはさ、フローラがさ、自分のことをさ、自分は世界の、この世界の住人でじゃないようになりたいみたいな、この世界の住人じゃないような存在になりたいって言いようようなもんやぞ、お前。神秘性を帯びる物語は、その筆者も神秘の存在であるべき。そんな話だった。この言葉にも自分に照らし合わせたものだったとしたら、もしかしたらフローラはずっと以前から自分がいつかこの病に侵されることを知っていたのかもしれない。魔女よりもフローラの方が怖なってきたわ。この世界に生きる自分の肉体から決別したがっていたのかもしれない。いらぬことを考えてしまった。彼女は先ほどから少しうなされている。気になって額を触ってみたら熱が出ていた。あ、マジか。フローラ結構体弱いタイプなんかな。いやまあそれでも状況が状況やけど熱とか出てもおかしくないんよな。少し心配だ。吹雪で疲れが出ただけならいいのだが、魔女の仕業じゃないことを祈っておきます。まずい、フローラが高熱を出した。これは発作だ。あ、記憶がなくなる時のやつ。安静にするよう言ったが、手帳に何かを書き始めたまま止まらない。いや今度こそ一週間フレンズか。今度こそ一週間フレンズやるんだろう、お前。一心不乱に文字を書き殴っている。まるでこれが正義の作品とばかりに。フローラ、僕にはどうすることもできないのか。この有様をこうして隣で眺めていることしか僕にはできないのか。彼女をここに残し、今から一人で魔女を探し出して連れてこようとすら思った。そんな僕を嘲笑くのように吹雪がうなる。ローラはどこまで持つのだろう。吹雪をやり過ごし日の光を迎えた時、彼女はまたいつもの彼女でいるのだろうか。いなさそうに思って、世界すごい物音してます。こんな時に隣の部屋から物音。視聴者さん、ワン2,3で見ますよ。待ってよ、これもちょっとさ、前回のパートと同じくさ、仕上げの芸のところでちょっとパッと下やりますよ。今回もそれでいきますよ。てか毎回そうしようかなって思っております。それぐらいです。というわけで、まあちょっとね、最後にもう一回言わせてもらうとね、
もう魔女よりもさ、フローラの方が魔女っぽく見えてしまうんですよね。視聴者様もそう思いません？そう思う人はコメントしてください。僕もそう思いますみたいな。というわけで、まあ恐怖の時間が迫ってきました。死はゲのゲの時で下の部屋に向かいます。というわけで皆さん、次のパートのお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。死はゲいるー。